どうも、奈良コミの高とおんちゃんです。今回は生駒市の方にあるもつ鍋のお店に行きたいと思います。もつ鍋、奈良コミ初ちゃん。確かになかなかこちらのお店気づきにくいようなお店になってまして、店名にも隠れ家って入ってるぐらいやね。とはいえ駅からもねすごく近いらしいんで、実際に行ってみてどういったお店か調査したいなと思います。奈良コミは奈良県グルメを中心に紹介しているチャンネルですので、ぜひチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。というところで早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、というわけでこちら生駒市北新町の方にある隠れ家武蔵さんの方に到着いたしました。ここにあったんやね。え、これは気づかへんな。もうちょっと行ったら大通りやねんけどな、ね、え、本当にあの生駒駅から北の方にとこでもう 2,3 分の場所になってますと。で、一つねあの曲がったところにこういった古民家でなドーンとある感じのお店やんな。ねえ、立派な建物やな。せやんな。で、おそらく駐車場はないので、あの生駒駅周辺にはねあのパーキング等ありますんでね、生駒駅のあの地下のパーキングとか結構おすすめかなと思うんでね、まあ、そちらの方にね泊めてもらえたらなと思いますね。ちょっとね古民家の居酒屋という感じで、まあ、隠れ家って書いてるんでね、ちょっと店内どういった雰囲気か気になるし、ね、ちょっと早速ね行きたいなと思いますね。行きましょう。行きましょうか。いい。あ、すいません。はい、っていうところでこちらお店の方に到着いたしまして、まずあれやね、靴を脱いで玄関で上がるスタイルのお店になってますと。本当にその古民家居酒屋っていう感じで、ね、お家やね。お家やな。すごいなんかこうアットホームな感じがめちゃくちゃする ね, ね。でこちらテーブル席が結構いっぱいあるし、あとカウンター席もあってソファー席もあって、で僕らいるとこちょっとこう離れてるようなところ。そうやね。2階は団体とかとお子さん連れとかにもおすすめのね座敷の席があるんで、本当に気軽にね行けるなと思いますよね。営業時間に関してなんですけども、こちら17時から22時になってます。金土祝前日に関しては23時までやってます。で、定休日は不定休になってます。じゃあ早速ねメニューの方を見ていけたらなと思いますね。まずこれおすすめ鍋メニューというところで、このもつ鍋、こちら990円、1人目から注文できるんですな、ね、で国産生もつとかあります。で、もつダブル鍋とか安いな、そもそも、ね、で、ミックスとかキムチもつとか国産キムチ生もつとか九州産神鳥鍋とかな、これがいろいろありますね。鍋追加トッピングとしてこういった形でいろんなものを追加できる。油かすとかもあるやん。うまいな。で、牡蠣とかもあるんだよな。いろんなもの追加できるんだよな。すごいな。で、こういった形でご飯もかすうどんとかね、雑炊とかいろいろありますね。きのこ盛りとか鶏ユッケとか鶏刺しとか桜ユッケとかいろいろ、タッカルビとかいろいろありますね。こういった形でありますと。ドリンクメニューがこちらドーンといろいろあります。まずビールが、それはこちら、お、生小で450円、中蒸気で570円、ちょっと安いな。で、瓶ビールもありますと。ハイボールの種類が豊富、めちゃくちゃこんだけある。うまい。濃いめとかいけんの。で、レモンサワーとか焼酎、梅酒、ワイン、日本酒、ノンアルコール、ソフトドリンクなんかもあるし、で、こんだけ地酒がありますよってとこやね。飲み比べあるやん、生駒の地酒3種飲み比べ。えー、めっちゃいいやんな。アイスもありますし、すごいな。コースもある。これめっちゃすごいで。武蔵コース2500円、プレミアム武蔵コースでも4000円やからな。こういうプレミアムで書いてるやつ大体7000円ぐらいするイメージあるんだけどな。期間限定の4月から9月までのお鍋なしの手軽コースが2000円とかね。安いな。手ぶらでバーベキューコースとかもあるんだよな。テラス席あったもんな。なあ、はい、あ、ありがとうございます。ちなみなんですけど、国産生もつとアク取りというか、これ一旦処理を済ませてしまってるもつが2種類あるんですね、うん、はい、もう一つのもつもトッピングで頼ませていただくっていう、ちょっと食べ比べしてもらった方がいいかなと。面白いな、それね。わかりました。わかりました。普段ってどういったお客様来られてますか。日によって変わるんですけど、どうしてもあの、まあ、平日はやっぱりサラリーマンの方が多くて、日曜日はあのお子さん連れが結構居酒屋にしては多い。上が座敷になってるんですけれども、まあ、半分ぐらいお子様が連れが多かったりとか。ああ、そうなんですね。上はもう事前に予約してっていう感じになるんですか。いや、あの当日でも空いてれば。空いてれば。そうなんです。もう届いてます、ね。はい。いただきます。まずはちょっと唐揚げの方を持ってきてくださったんで、もう唐揚げ食べたいと思うんやけど。え、でかいなサイズ。オッケー。めっちゃ美味しそう、もう見た目から。めっちゃ美味しそう。うん。あの、
うまいやつ、うん、衣めっちゃサクサク、うん、まず衣がすごいこうクールなガツンと、うん、で中のお肉もジューシーやしな、お酒に合うあれやな、うん、下味ちゃんとついてる、しっかりしてる、うん、でサクサクの衣で美味しいな、美味しい。でこちらさ、お店にもつ鍋とは書いてるけど、うん、もつ鍋以外のメニューも豊富で、ね、でもあのほとんどの方がもつ鍋頼まれてるとおっしゃってたからちょっとめちゃくちゃ楽しみよな、ね、生もつ鍋になりますね。1人前です。これで1人前で結構ボリュームすごいな。あの正直これシェアして十分やと思う2人前やったら結構山盛りになるらしいから、ね、うん、入ってるのが生もつ鍋で、こっちは処理されてる、処理されてるんだ、炊いてくれてるんかな、結構女性の方が食べやすいみたいな、油身少ないかもしれないな、そういうことだよね、多分ね、これも両方ともちょっと食べ比べみたいにできたような、ね、うわ、だしうまっ、うわ激うまやすごいプリッとしながらジューシーなんかうわ口の中で、何これ、甘いなやっぱな、ね、じわ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 出てくるね、めっちゃでかかったね、僕今食べたやつ、うん、大きかったな、すごいわ。ちょっとじゃあこのもう一つの下処理してくれてるやつ、うん、うん、全然まず味わいが違うし、うん、まず食感がもう真逆コリコリというか、うん、噛み応えがすごいんやけども、脂がそんな強くないから何個でも食べられるし、うん、それこそほんまにビールとかもいけるかもしれんな、うん、野菜がうまいで、またそうキャベツが美味しくなってる、うん、めちゃくちゃうまいなこれ、どっちが好き、生もつ、うまいも、じゃあちょっとあのつくね入れようぜ、オッケー、つくねがこれ自分でこう何形作って入れるタイプのね、自家製やんの、自家製、ちょっと色だって緑っぽくなってるもんな、こうやってな、そうやんな、生つくね、生つくね入れんで、オッケー、よいしょ、お出汁少し足しても大丈夫かな、あ、大丈夫で、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ではワイはビール、ワイはウーロン茶、いただきます、乾杯、乾杯、お疲れ様羨ましすぎるわ、うまい、もつ鍋と合うな、うまい、泡はめっちゃクリーミーやわ、間違いないやろな、うまい、せこい、唐揚げ、唐揚げ、せこい、唐揚げ、唐揚げ、唐揚げめっちゃうまいわ、ここの唐揚げめっちゃうまいよな、うん、間違いないわ。じゃあちょっとつくね行こうぜ、つくねな、うまっさやな、このつくね超美味しそう、うん、うまっ、しそやな、うまっ、しそ、このつくねめっちゃうまい、ちょっとさっぱりするね、だから、うん、で食感もやっぱシャキシャキしてるわ、そう、ふわっシャキ、そうそうそう、うん、これしそポイントやな、うまっ、めっちゃ美味しいやん、もつ鍋のこのサイズやで、ブルンブルン、でこちらちゃんぽ、ちゃんぽ、嬉しいな、こうやってな、嬉しい、トッピングやで、よいしょ、で、ここに牡蠣めっちゃ、めっちゃいな、で、これ牡蠣一人前の量やねんけど、めっちゃ大きい牡蠣やねん、これ、ほら、生で食いたいわ、食べる？あかん、さすがにあかん、うお、でかいね、でかい、さあ、いい出汁出してちょ、いい出汁出てくるよ、これめっちゃ贅沢な、贅沢、肉入って、つみれ入って、牡蠣入って、ちゃんぽん、うん、うん、すごいつるっとしながらもめっちゃもちっとしてるんよ、うん、魚介の風味もちょっとする感じある、甘みというか、ね、ほんまにいろいろあるからめっちゃ楽しめる、1個の鍋でこんな楽しめるんよ、なおかきいただきますね、どうぞ、おなんじゃこの贅沢は、大きいからすごいこのミルクの感じが、生じゃないのにミルクの感じするもん、うん、うん、美味しい、いいな、ここお店に音楽流れてないやんか、だからこそなんか家の感じめっちゃするもん、確かにそこがほんまポイントよな、来たぞカスうどんセット、これが最後の締めやな、そうやな締め、これがきねうちうどんっていうかな、きねうちうどん、これがなんかその伸びにくいっておっしゃってたな、ね、鍋に最適なうどんやな、うん、
どさーきどーん深いやな。でも絶対うまいやん、このなあ絶対うまい、間違いない。僕らの楽しみ方、一人前やけどずっと満腹を感じられる楽しみ方やな確かにな。こう、大満足コースみたいな楽しみ方してない。確かにな。食べ物だけで3750円。これってお通しとかってあるんですか？お通し、そうですね、通しは200円になります。ありがとうございます。5000以上の方だけになります。あ、そうなんですか、はい、じゃあちょっとうどん食べようぜ。うどん、うどん行きましょう。うん、弾力あるし、ちょっと平打ちっぽくなってるよな、うん、で、結構だし旬でるんちゃう、これ。そうなんです。染み込んでる感じの。ええ感じにな。だから、噛んだら弾力もあるし、だしがこうじゅわっと出てくる感じがあって、うん、このだから今いろいろこう油かすとか、ね、あの牡蠣とかモツとかが入ったこのミックスだし、ね、最高すぎるな。最高すぎる。油かすうまっ、うん、コクが。暑い時に食べる鍋もうまいよな。うまいな。大丈夫ですか、お腹加減は。あ、もうめっちゃお腹いっぱいになってます美味しいですね、やっぱりモツ鍋ってそうですね、割となんかお鍋やから夏とか避けられるんですけど、まあ、冷房とか入れてたらそうでもないですね。確かに確かに確かに。しかもなんかこうもつ鍋もそうですけど、いろんなこう楽しみ方ができるっていうので。そうですね、野菜なんで罪悪感ないですっていう感じで女性の方は帰っていきます。確かに。あ、なるほど。もつもコラーゲンやから、うん、さあ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ごちそうさまです。めちゃくちゃ美味しかったな。やばすぎた。子供とも一緒に行けるっていうのもね、キッズドリンクが中学生もら200円とかね、そういったサービスもあるから、子供連れでもどうぞ、おすすめ。はい、ってなわけで隠れ家武蔵さんの方でもつ鍋いただいたんですけども、うまかったっすね、絶品というところでね。こちらちょっと外観からやったらどういったお店かわからへんねんけども、中入ってもらったらすごい雰囲気もいいし、あと2階とかはね、お子さんと一緒に食べやすいような座敷席になってるから宴会とかにも使えるし、どういった状況でも気軽に行けるお店やなっていうのを思いました。こちらのお店、支払い方法が現金とかクレジットとかね、まあ、電子マネーとかも一般的なものは全て行けるっていうところなんで、キャッシュレス決済も対応してるお店です。今回僕たちは17時にね、お伺いさせていただいたんですね。こちらのお店17時からのお店なんですけども、10分20分経ったらもうお客様ちらほらこう入って来られてて、2人のお客様とかサラリーマンとかもね来られてて、まあ、平日やけどね、結構皆さん食べに来られてんなという感覚ですよ ね。ぜひこちらね、もつ鍋食べたいって方行ってもらえたらなと思います。奈良米は奈良県グルメを中心に紹介しているチャンネルですので、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。他にもいろいろ SNS 等をやってますので、フォローの方をどしどしお待ちしております。隠れ家武蔵さん、撮影の方ご協力いただきありがとうございました。素敵なアットホーム感あふれるお店でもう最高でした。というところで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。めっちゃ良かったな。めっちゃ最高やった。駅地下っていうのがまたこれポイントよな。な、生駒の駅やから便利やもんな。大阪からも来やすい。まあそうやな。奈良からは、西大寺とかからやったらまあ近いな。あ、なるほどなるほど。北の方からはね、来やすいよね。そうやな。知ってたらかっこいいお店やで。うまやな。紹介できたらな、人に。一年中鍋食べたい。いや、夏鍋いいよ。な、ぜひ。最高。